まだねちょっと、ね、白身が透明なところがあるぐらいで全然平気。こんな感じ。あらどうすか。たまり料理の兄さんリュウジです。たまりは普通の状態の私でいたいと思います。ナチュラリストでお願いします。ということで今回はですね、何を作るかというと待望のレシピでございます。カツ丼でございます。カツ丼なんですけども、通常カツ丼を作るっていう風になるととんかつを揚げてからだしを入れてビシャビシャにして食べるっていうような、まあ非効率的なことをするんですけども、今回はね違います。サクサクのカツ丼でございます。そしてなんと揚げない、揚げないで作るカツ丼です。本当にうまいんですよ。多分この動画を見た人はいやこれカツ丼じゃねえよって言うとは思うんですけども、これはねカツ丼じゃないんですよ。だからカツ丼ではないカツ丼を作っていきます。私リュウジのバズレシピ、はい、行きたいと思います。まずカツ丼なんですけども、今回使うのはねこの豚バラ肉薄切りです。薄切りよく売ってますよね。僕は脂身がある方がカツ丼なんでね、で揚げないってなるとちょっとヘルシーすぎるかなと思って豚バラをやってるんですけども、気になる方はロース肉とかでもいいです。ロース肉薄切りとかでもいいです。はい、そしてカツ丼なので玉ねぎを入れます。はい、4分の1でこれ 50g ぐらいですね。あとちょっと彩りにちょっと三つ葉、はい、なければ小ネギとかでもいいです。はい、そしてパン粉です。まあ、普通のソフトパン粉でいいです。はい、でご飯、卵2個、他の材料はほとんど調味料になりますので概要欄で説明させていただきます。よろしくお願いします。はい、でですね今回の揚げないカツ丼っていうんですね、揚げないカツ丼を作る上で一番重要なことを皆さんに説明させていただきます。揚げないカツ丼って何ぞやって思うじゃないですか皆さん。とんかつって揚げるじゃないですか。言ってる意味が分かんないんですよね。だから揚げないカツ丼に対抗して酔っ払わないリュウジをこれから皆さんに見せていきます。アルチューマシーン、どんだけ入れても酔っ払わないんで僕。ういうい、どんだけ飲んでも酔っ払わないリュウジを作っていきます。見ててください。完成まで絶対酔っ払いみたいなんでね。じゃあまずお野菜の方から。これはね薄切りしていくんですこれ。じゃあ玉ねぎ薄切りできました。で三つ葉もなんかちょっとパラパラとちぎってあるんでこれ。もうちぎった状態でいいです。でお肉どんなのでちょっとね一口大になるようにこうやって切っていただいた方がいいと思います。はい、ご飯とね一緒に口に運びますんで少し細かめの方がいいですね。はい、こんな感じになります。はい、じゃあまずですね一番重要なとんかつのカツの部分、衣の部分を作っていきたいと思います。まずねこれちょっと火をつけます。そして油、まあどれぐらいかな、大さじ半分ぐらいでいいと思います。これぐらい、大さじね1、2、まあ、ちょっと多くてもね、後で調査すればいいんで。揚げ物を作っていく感じですね。火はね、中火ぐらいで炒めて、しばけ色を作っていきます。これね、ちょっとね、煎るのにね、少し時間がかかるんですけども、あんまり強い火でやると、すぐ焦げちゃうんでね。このパン粉のせせらぎを聞きながら、飲んでいきます。皆さん、ちょっと色づいてきたの分かります？焦げないようにしてくださいね。ちょっと広げて、炒めてって。そうするとね、パン粉さっくしゃくになるの。これがね、とんかつ色になったら OK ですよ。これぐらいです。これぐらいまで炒めてください。はい。そしたらもう、火通ります。綺麗なとんかつ色。フライパンのままでもいいんで、保存しておいてください。これね。はい、もう全部ね、材料入れちゃう。はい。豚肉。スライスの玉ねぎも入れちゃいます。はい。調味液も入れちゃいます。お水がちょっと、汲んでくるのがめんどくさいんで、炭酸水を入れます。はい。はい。1、2、ね。はい、これですね。はい。お醤油ね、大さじ1杯。はい、これですね。白だしが大さじ1です。これで出汁の旨味をつけていきます。お砂糖入れたっけ。二つまみぐらいなんで小さじ半分ぐらいパラッと入れます。もっと甘めが好きな方はもうちょっと入れてくださいね。そうしましたら煮ます。小さめの鍋か親子丼作る鍋とかの方がいいと思います。お肉を煮ていくんですね。中火ぐらいで、あんまり強い火でやっちゃうと水が飛んじゃうんですよねこれね。これね、玉ねぎが柔らかくなるまで煮てください。沸いてきたらね弱めの中火で、あんまりこう煮立たせないようにしてください。だしの香りで飲みます。ああ
ほら絶対酔っ払わない。ご飯はね、ちょっと温めといて、いただきたいと思います。玉ねぎがクタクタっとなってきましたね。はい、そしたらですね、弱火にしてください。いいですか。はい、今回ね、卵はね、2回に分けて入れます。その方が半熟になるから、卵黄と白身が残るぐらい、これぐらいです。こうツーッと流し入れる。ちょっと混ぜていただきたいんですけども、白身がばらけてるんで、蓋をするとこの熱が対流しますんで、表面の卵にもう少し火が入ります。白身が少し残るぐらい。白身と卵黄っていうのは火の入り方が違うんですね。卵黄の方が早く凝固するんです。だからこうやって分けることによって食感の違いが楽しめるんですね。ほらほら見てください、この卵黄の方が固まりやすいでしょ。これ半熟になったら、さっきちょっと溶いたこの卵液をまたもう一回入れます。で、卵黄は真ん中に来るようにした方がいいかな。で、卵白は周りがいいかな。周りの方が火が入りやすいんでね。はい、で、卵黄を真ん中にしましょうか。はい、超弱火なんですけども、また蓋閉めます。はい、このご飯を入れていきます。はい、まだね、ちょっと、ね、白身が透明なところがあるぐらいで全然平気。まずご飯にかけます、これ。それでね、パン粉の香ばしさ、ここで出していきます。のせちゃいましょう。うまそうだね。こんな感じ、こんな感じ。ほら、どうすか。この煮汁はね、味が濃い方は全部、かけていただいてもいいんですけども、薄めがいい方はね、この煮汁あんまり使わなくてもいいかもしれないです。僕はね、濃いめが好きなんで、ちょっとかけます。はい、残りの、このパン粉をここにかけていきます。これでね、原理はカツ丼と同じです。しかも上に乗ってるこのパン粉、サッコサコ。そして最後に誰もが忘れていたこのね、三つ葉ですね。こうちょっとパラリと揚げないかつ丼の完成でございます。それではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。衣もね、一緒に巻き込んで、カツ丼だこれ。めちゃめちゃうまいこれ。うん、なんか程よいサクサク感もあってめっちゃ美味しい。この割り下が神ね。このね、割り下最強よ。つばってね、彩りももちろんそうなんだけど、カツ丼に合うようにできてるぞこれ。これはうまい。七味いきますか。これマジうまいわ。油で炒めたこのパン粉ですね、食べると完全にカツ丼になってます。これカツ丼を食べたい時はパン粉を炒めてこの具に乗っければほぼカツ丼です。ぜひこの揚げないカツ丼、ぜひやってみてください。